そのうち誰かいたりするな。お願いします。どこそこ立ちますよ。はい、誰もいない。まあまだ6時ですもんね。誰もいないね。はい、お願いします。ここに立つとか、はい、まあ、僕が映ることにもならなくていいね、はい、時々チラって。お願いします。はい、今日は最近肩がすごく痛くなって、肩と左肩、それからだんだん喉、ここですね、うん、まあホルンと関係あるかわかんないですけど、うん、ホルン吹くとひどくなる。あ、吹いてなくても、吹いてなくてもなんかこう痛いなって時あるんですけど、まあ四十肩、あ、まあそうか、神経とかでそう、どっちかとか、どっちも問題じゃないけど、神経で痛みが出るのはこことこことか、まあ一応ありうるはありますね、はい、うん、痛いのがまず一つ、うんうん、あとは最近バテた時のバテ方が音がかすれる系になってきた、今までは音が出ないとかなんか苦しい感じになるだったのが、かすれる、かすれる、かすれる、うん、こういうの吹いててもん、こういうの吹いててもそれがある、こういうの吹いてても、でこの間こっち、コンサートロンドやったんですけど、うん、なんか本番も微妙だったっていうか、うん、どっちやりましょうかね。こっちの方が慣れてはいますけど、うん、今から発表があるな、こっち慣れてる方でちょっと先に様子見てみましょうか。はい、ありました。ちょっとじゃあ様子見させてください。んちょっと見させてください。吹けるかな。苦しいっていうのはどこ、ここが、ってなってる。なるほど。ちょっとじゃあね、少したっぷりなのをさ、一、はい、回やりましょう。たっぷり、うん、あ、こっち。ちょっとこれの冒頭、はい、お願いします。全然考えてないですけど、まあこんなもんですかね。じゃあちょっと2小節、はい、このテンポをちょっとこう感じといてから吹くって2回やってみましょう。はいはい、吹きやすい、うん、なんかね、なんかせいってる感じがありますね。わかります。うん、由来は由来 なんてこう、あ、なんか一生懸命吹こうとしてる、一生懸命吹こうとしてる、一生懸命吹こうとしてる。そうすると、うん、急ぐ急
急ぐ。急ぐ、先に行く。早くなってってますね。あー、なんかフレーズを前に取らなきゃいけないとか、そういうのがあります。フレーズを前に取らなきゃいけない。アフタクトを歌うとか。そしたら、とりあえず今、どこまで吹いてもらって、ここまで今行ったんだけど。はい。これの最後の方がもう、最初の柔らかい音色がちょっとなんか元の音色にまた戻っていってたので、まずここまで同じ音色が続くかどうかを、今音色が変わった直前はこのテンポを十分にこう取ってから吹き始めたことがもしサウンダンだとしたら、それをずっと意識することで音色がずっと落ち着くかどうかちょっと試してみましょう。また2小節あのタッ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 タ、ちょっと音太くかつでかくなりましたね。吹きやすい。吹きやすい。何だろう、何が違うのかわからない。そのどうもせいてるっていうことと、苦しいっていうことと、音が硬いっていうのは、セットだっていうことまでは分かりましたね。そうですね。いつもより吹きやすい。うん、苦しくもない。硬くもない。うん、で変えたのは、咳にくくしました。でも咳ってた原因を取り除いたかどうかは不明です。わかりました。何なんだろうね。なんかフレーズを作っていかなきゃいけないとか、そういうのは考えてなかった。はい。でも先週のオケの時にね、オケ中で吹いてる音の時の方が、音出しの時より良かったんですよ、実は聞いてて。音出しの時なんかちょっとチャ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 やってたから、あるかも。うん、音出しの時なんかせいってました？いつもあんな感じ。めんどくさいっていう感じから来るやつなのか。いや違います。ちゃんとこれこなさなきゃみたいな、そういうのはあります。そっちか。なんか詰め込みすぎなのかもしれないね、なんか。音出しの話で言うとね、一定時間内でいろいろ全部やろうとしすぎなのかもしれない。で、確かに基本的に多分音出しの時間って年齢とともに増えていきます。誰かも言ってた。どうしても時間取らなきゃ。誰かも言ってた、うん、先輩が言ってました。8個上ぐらいので、これそれ2種類説としてはありえると思ってて、一つは実は若い時も同じぐらいゆっくり音出しをした方がいいし、する必要があるんだけど、はしょっても、HP を削ることでなんとかできてたと。あ、なるほど。バッファーがあったのが若い時で、年とともにバッファーがなくなると、もう無理できないみたいな、っていうのと、若い時は本当に時間がそこまで必要なかった。その組織が柔らかくて、より少ない時間でほぐれてて、それがだんだん必要になってくる。どっちかは分かんないけど、どうも基本時間はかかるようになってくる。40なんでね、僕もやっぱり前よりそうですか、ゆっくりやってる、みんなそうなんだ。なんかちょちょっと吹いただけじゃ調子出ないなってのは、ここ1年ぐらい思ってました。そうか、じっくり
なのでかかる時間かけようっていうのをちょっと合言葉にするとかかる時間かけようかかる時間かけようってあでその時間がなかったら、はい、もうしゃあないって諦め、うん、あのあそれをかけるかかる時間をかけられなかったらウォーミングアップはもうしきれない、うんうんうん、でそうかやってるうちに頭ってくれりゃいいかみたいな、うんうんうん、取れてるかな、はい、うん、というちょっとっていう話ができたところでちょっと僕あのテンポ出さないので、はい、ちょっと今回どんな感じになるか、うん立ち上がりがスムーズになってる感じもあるんですよ。なんてこうすぐ音が出る感じ、それはいいことだと思うので、うん、なんかちょっとバランスが、はい、いつしか変わってたのかもしれないね。練習量は増えてるんですか？ああ、そうかそうか。リップスラーやって、タンギングやって、コブラッシュ何個かやってぐらいは毎日できてる。うんうん、そうね。元からの硬さがもっと分かりやすく出てるのかもしれない。ずっとあったやつかも。ああ、はいはい。それがこう、硬い、うん、あのそろそろ浮上してきたみたいな。なるほど、うん。むしろ柔らかい音が出てる割合は増えてるな気がします、うん、以前より、うんうんうん。確かに。ただそうするとね、硬い音のが際立つっていうのはあるかもしれないですね。なるほど。で、ここからがこことかその左のこととも関連してくるかなって気がするんですけど、最初の音がうまく出ないですよね。ちょっとターベーだけ出してみてもらっていいですか。で、まっぴくじにくっつけたまま上半身ふにゃんってさせてみて、で、ベー吹いてみて、で、首もふにゃんってさせてみて、で、ベー吹いてみて、してるって感じがあるかもしれない。あるかも。うん、まあオケのね上吹きとしては ある種まあありな戦略ではあるんですけど、はい、ちょっとソロになったそれの弊害とかが目立つよね。なんかオケのファーストを吹いていて最近、はい、オケの中ではあんまり問題感じなくて、はいはい、最近何やったブライオンとかで、はい、音もそんなに外さないし。うんでソロも同時並行でやっててソロだけうまくいかないんですよ。うん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 、うん、なるほど。音出しでリップスラーってなさってましたっけ。はい、やってたね。タララ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 ラを、うん、
全部の指で。結構早い感じでやってる。早い感じでやってます。100ぐらい。あ、だいぶ早いですね。100はできないね。90ぐらい。90、16分。デバイスをあれに使ってんだよな。結構見てる。結構見てる。重要に。あの。YouTube にザイフェルトが吹いてるベッリーニのオペラの、オペラカプリッチョだったかな、ああ中のホルンソロの演奏があって、はい、まだ真ん中のベイから始まるんですけど、それをなんか見たら、見て真似るといいかもなと思ったんですけど、はい、見せるためのデバイスがないから一緒に使ってるから、では問題感じない。そんなに。うん、うわやばいみたいな気持ちにならない。うん、まあ、ソロではなる。うん、あれ違うみたいな。うん、でじゃあ、はい、ソロチューニングウォーミングアップちょっとしてみましょう。ソロチューニングソロ仕様のウォームアップね。はい。はい、上の F から、はい、米韓解放でモーラーファーリプスラーレってことは、あれだな、みんな大好きアムシャビルダーあるじゃないですか。あ、持ってます。あれ書いてあるの読みました。ある程度、はい、読みながら、あれの指示は加工音形は唇リラックスさせなさいって書いてあるんですよね。はいはい、で息をゆっくりもっと出せ、なんかまあ何にせよとにかく加工するときは唇を緩めるんだ、はい、上昇するときは唇の言及が書いてなくて、書いてないですね。プレスしないように気をつけながら、はい、あーいーってやりなさいって書いてあるんですよね。はい、シラブルってことですね。シラブル、はい、そう。その発想でいきましょう。あ、なるほど。緩めるって、はい、うん、はい、きましょう。そう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 、どんどんって言った時はもう一個書いてあることを思い出したのは、それができてたから顎を落とせって、顎を動かせって、はい、あの書いてあるんですよ、うん、じゃあ、もうワンパターンだけ、今度は降りる音もう一個下まで、はい、ドーラーファードー、はい、ロベまで行こうか、はい、なので緩める顎を動かす、緩める顎を動かす、はい、
口角もあんまり緊張させない。それ以下も吹こうとしてたみたいな感じかな。なるほど、うん、なんか言われてみるとすごい心当たりがある、うんうん、結構上の音を吹かなきゃってのがあったんで、うんうん、最後まで、うん、ハイFとか出てくる曲もやってて、うん、コロナの時に結構アメリカとかのオケプレイヤーたちだって気がしますけど、上吹きの人がその業務も止まって暇だし、はい、外も出れないしっ て, って、はい、やっとバガテル練習できるっつってデイビッド・クーパーとかバガテル練習しまくって、はい、下吹きもびっくりのバガテルを、はい、披露してたし、はい、逆にこうオケで下吹きなんだけど、うん、学生の時は普通に上も吹いてたみたいな人たちが、はい、久々に入るより上吹いたみたいな、うんとかソロが久々に吹いたわみたいな。ああいつも忙しくてできないけど。そうそうそう。で基本的にそのウォーミングアップも練習も業務をちゃんとこなせるようにってところにフォーカス、はいはい、バランスがね、ソロ対応じゃなくてオケの中の2番4番を、はい、がうまくできるようにっていうのに、うん、もちろん時間もエネルギーも普段割いてたところ、久々にソロもいろいろさらういい機会だって喜んでる人がちょこちょこいたなって。うんうん、なるほど、その話を思い出しましたね、はい、うん、そうで今この辺とか左肩はどんな感じ？今痛くないですね。今痛くない、うん、来た時より痛くない？来た時より痛くないぐらい、うんうん、最初に吹き出して時より楽です、はい、ちょっとほぐれてる、うんうんうん、これで一つ、うん、そうね、鍵はオケファーストホルンの最多使用音域に最適化したままになってたっていう、F より上ってことですよね、はい、もうそうかもしれないっていう話だったかもしれないね、うん、可能性はあるし感じてることは近いです、うん、そういうことだったから、練習してるのになんでだろうって思ってたんですよ、うん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 、オケホルンとソロホルンの違いみたいなテーマなのかもしれないですね。ああ、そうかも。最近両方やってるから、うんうん、なるほど。両方やるって結構大変なのかもね。かもしれない。平気でやってる人たちの姿を見ちゃうから、今は簡単に。ああ、まあまあ天才なんじゃない。でもアマチュアで平気で両方やってる人って。そんなにいないですよね。まあもちろんあんまソロやらないですからね。ねえ、うん、プロでも
実はそんなの少数派なんだけど、少数派のめっちゃできてる人たちの映像を高い確率で見るから、映像以外もね、なんかそう、まあなんか腑に落ちました。リラックスする方向の練習を、ある知り合いのプロの手吹きがある時期からこうすごいソロやるようになって、はい、なんでなんですかっていうのをちょっと話で聞いたら、はい、オーケストラ生活も慣れてきて、はい、その人はあの首席ホルンじゃないんですよ、トゥッティ奏者で、はい、なんか練習しなくてもある程度できるようになって、経験もついて練習しなくなってきたんですっていう。なるほど。まずいなと思って自分を練習させるためにソロの仕事引き受けるようになってみたいな。結構ね、プロ音楽家ってホルンに限らず練習嫌いの人って一定数いて、でも練習嫌いの人も練習の必要性は変わらずあって、そういう人が練習するためには練習しなきゃいけない状況にどうやって自分を追い込むかっていう、うんうんうん、っていう人もいますね。うん、だからとりあえずレッスンに持ち込んでいただいた問題意識に関してはとりあえずそんなとこって感じかもしれない、うんうん、な、だからそれ以外にとかここまで出てきてないことでつながっててももちろんいいですけど、なんかあります？なんかまあ柔軟性は最近ないなっていうのは思ってます、うん、この場合の柔軟性っていうのは何を思って、柔軟性、あ隣でレッスン始まった、こういう時になんかこうすんなりいけない、こう頑張らないといけないみたいな。なるほど。吹く前に、はい、さっきの、アムシャビルダー的ウォーミングアップのちょっと発展系で、はい、これイエス、イエス、アムシャビルダーに書いてあることをそのままパクりましょう。はい、Dから、はい、ラファドファラドミドラってやりますけど、はい、口角も含めて唇リラックスさせて降りて、はい、音上がるときはアウイって。アウイ。はい。
まあ、なんか上がるときに苦しくなってきた。苦しくなってきた、はい、今最初からおっしゃってる、はい、その辺か。さっき今のやつやってても、あのエクササイズ体位のときにここが痛い。なるほど。ちょうどね、あの筋肉が舌骨だっけな、後頭だったかな、うん、間接的にベロの動きと連動してるのは間違いないですね。連動するその筋肉がこう、はいはい、こうついてるのはあるから、うん、そしたらちょっとそのアムシャービルダーをの、はい、だとシラブルを意識させるけど、シラブルじゃないのにしてみましょう。はい、高い音行くにつれて、ただデクレッシェンド、はい、ラファロバラドミドラの、それで唇が鳴り出してくれるまで何回かやってみましょう。息をかけとく。系の発想で、あのアムシャの話するときに、はい、一音一音に対して必要な最小限の緊張を探せっていうんですよね、はい、アメリカのホルン、ね、一音一音に対して必要な一番少ない唇の緊張度を見つけていきましょうってよく言うんですよ、はい、うーん、一番少ない、ドイツの、はい、まず顎張って口角固定して、うん、常に顎張りっぱなしでっていうのと同じことを言ってるとは僕には到底思えないんだけど、うんうん、同じことだとしたらあの興味深いですね。どっちかっていうとそのドイツの方で、うん、練習してます、うん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 、まあ、日本のねあのプレイヤーたちはドイツに留学する人の方が多いので、はい、そのドイツの考え方の方が日本だともちろん馴染みは多いんですけど、アムシャビルダーは全然ドイツ的要素はない。うーん、書いてるのも英米系のアメリカ人かな、イギリス人かちょっと分かんないけど、うん、でも今最後にやったのはアイベイについても必要な最小限の力により近づいたみたいな、こんなもんでハイベーテ出るんだ、ね、楽ではありました、うん、そう、うん、なので
ほど。ちょっと顔の緊張を取っていくアプローチとも言えるかもしれない。なんか、ま、ずっと練習してるんですよね、ここ1年練習してない日がほぼない、はい、もしかしたら疲れてるかもしれないし、うんうん、その必要最小限の力を本当に見つけていくことが練習のプロセスなんだって考えれば、あ、それは練習すればするほどもっと楽に少ない力で向けるっていう、なんかそういう、なんだろうな、雰囲気を示唆してますよね。一方でそのどんどんアンプシャの力をこう鍛えていくんだっていう発想も、もちろん一つの論理ではあるんですけど、どっちかっていうとそっちでやってました。はい、うん、だからバテにくくはなったんですよ。なるほど。バーって曲で、うんうんうん、マーラーも吹けたし、はい、うん、なるほど。なんか僕はあのドイツ的アンブシャー論はもう中学の時点で触れて、うんうん、中学の時点でキッズってキッズ不機嫌ようになるやんこれって。あ、確かに。だから、だから、うん、なんかね、ドイツ人のあのこのしっかりした顎を見てるとできんのかなと、まあまあ発達の違いってね。うん、欧米系でも僕には無理ですね。あ、うん、まあだからあのあれを支えるなんか発声とか息の使い方との相性とかもあるのかもしれない、うんうん、でね、ご存知のようにアメリカ人なので、はい、なんかその声とか息の使い方がそのまた違って、ドイツ語とはそれでもしかしたらそのフロイディス・リーベクレって知ってる？あのフロイディス・リーベクレってホルンがもっと上手くなるだったかな、 B4 ぐらいの A3 割と大きな版のちょっと薄い、はい、あ、なんか買って読んでなくてずっとしまってあるかも。ちょっとこうオレンジっぽい表紙の、あ、それは持ってないです。大野総一郎さんが訳して、はいはい、99年ぐらいに出てるんですけど、なんてやつですか。確かホルンがもっと上手くなるだったかな、はい、ウォーミングアップを考える的な副題がついてた気がするんですけど、大野総一郎、そう、はい、フランクフルト放送学団が訳したフロイディス・リー・ベクレの、はい、ベクレさんのその本にはそのアンブシャについてペンツェル的ドイツ的、こう顎を張る、それを維持するっていう考え方と、アメリカ的クレベンジャー的、ゴムの伸び縮みだって考えるっていうのと、こう両方記してて、私は場面によって使い分けたんですよみたいなと書いてあったんだけど、なるほど、うん、ちょっと今のハイウェイでこんな程度でいいのっていうのをちょっと意識に入れてまた増えてみましょうか。あのハイウェイと、うん、ラリーラララララと音程感もちょっと違いますよ。違いました。スラの時のが上狙ってますね。ああ、そうなんですね、うん、ちょっとチューニング弁パーって吹いてもらって、楽にな、もう少しゆっくりな息でパーなー、でも音量を落とさせてな、そうそうそう。
今やってなくて、あーのまま吹いてる感じかな。喉が痛くない。喉が痛くない。うん、で実は音程は、はい、もう音色もこっちの方が綺麗。上ずりが、そうですね、上ずり感がなくなる。で日本のプレイヤーでめっちゃこんな感じで全部吹けてるなって思うのが大森さん、千葉局、最近よく今日出てる。僕あの一昨年4回ぐらいレッスン受けたんですけど、あ、そうなんですか。間近で見て、まあ、大森さんあの実際シカゴに留学したんだったかな、うんうんうん、なるほど、アメリカ的なんでしょうね。ただこうやって吹くと市村さんもこれ結構柔らかい音が出て、うん、ドイツ人でもそういう風に鳴らしてる人って普通にいるはいるんですよ。ドイツのオケとかでも、もともと本来柔らかい音出すものだっていうのもよく言われてるし、ベルニフィルはそこガツンと行ったけど今は柔らかかったですね。柔らかかったですね、こんな風に吹けるんだっていう感じ、タイーってやってたんで、うん、タイー、タイーや、ララ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 ラ一遍シラブル忘れてみたらどうなるかな、うん、そうですね、どこから最初から行ってみましょう、忘れてみる、ララ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 ラ、できてないかって言われると多分できてるから音もちゃんと並んでるもんね。いや最近すごくシラブル気をつけてました、うんうん、音出しからでもアンブシャーとかシラブルとか息とか双方のどの側面についても、うん、意識しなくてもできてる人がいっぱいいるので、あ、はいはい、意識しない方ができるのもまたごく実は普通かもしれない。全要素が本当の本当は描写に過ぎないんだと思います。描写に過ぎない、そうやろうと思ってやってるんじゃなくて、はい、うまくいってるのを分析するとそうなってるっていう話。だからこそそれがあまりにも機能してないできてない状況に関しては、はい、そうなってるからそうしてみたらっていう入り口が、はいはい、いいきっかけになるってことはもちろんあるし、僕だってレッスンでね、はい、そういうところを使いながら、うん、アムシャーモーションだってそうだし、そうですね、でも顎の張りとかもそういう部類かもしれないし、息の支えもそうだし、だからまあアーノルド・ジェイコブズ的なアプローチでいくと全部考えずに歌ってやそれでいいかなそれを体はやり出すから、はい、ちょっとそこにも近づいた、うん、今吹きやすかったです、うん、何人今6人ってな感じかな。なるほど、ヒントになれば疑問質問ありますか。疑問質問、まとめると何なんだろうって、アンプシャービルダーおよびそれのなんかこうちょっと適当に発展させて、はい、シラブル忘れて、うんうん、加工時にこれはチャンスとばかりにちょっと顔を緩めて吹くっていうのをやると、はい、こういう音の鳴り方っていうのがこう出てきて実感しやすくなると思うので、はい、その音その鳴り方を意識しながら上で楽に吹けるところを探す、
探すっていうのをアメリカではよく教えてるよとだけ言うと、はい、探しましょうっていう提案まではいかないかな、うんうんうん、探すことでどつぼにもはまる、まあそうですね、でも 楽でもいいし、はい、最小限の緊張っていうのを探そうよって、うんはい、たくさんホルン奏者がいるアメリカでは当たり前に言ったりもするのもまた事実なので、なそういう意味でこうなんか口周りが緩い感じがしても、うん、あのおかしいとは限らないよっていう、うん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 、だからアムシャビルだからとりあえず入り口としてはいいかなって気がします。この頭もう一回これやってみましょう、うんうん、これもだいじゃなくてだだだだだシラブル忘れて下がると、うん、下がるときはいちいち顔をリラックスさせてその2つ組み合わせてみましょうか。実は知られてはいる柔らかい音を、うん、アンテロクとかあとまあライプツィヒとかそんな感じでまあちょっと それぞれ音色違うけど103といえどもかなりふわっとした音出してるオケってある、うん、あります。なるほど。で南ドイツのデッカオケとか結構うわーおーって、うんうん、なんかゴージャスにやってて、なんかケルンとか、まあ、エッセンとか北西部に行くとかなり明るい硬い音でコンパクトに吹いてる感じがあって北部行くとなんかもうちょっとこう詰まった音、うんうん、あったかい暗めの音のような感じもするしとか、はい、まあこれざっくりですけどね、うん、あ吹きやすかった、うん、こうやってずっと吹きたかったです。あよかった。なのでシラブルを管理するという工数を省いた結果やりたいことができるんだったらこれは二重にいいですね、うん、できんくなったらまたシラブル考えればいいですもんね。そうですね。暴れないなとか、はい、ありがとうございます。こちらこそそんなところでお疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。はい、よかった。終わります。どうやって終わるんや。